会見に臨んだ井上翔コーチ、左、と内田正人前監督写真を拡大24日放送のフジテレビ系、特ダネ。月チルダ金曜、前8時、で日大アメリカンフ。とボール部の悪質タックル問題で、内田正人前監督、62、と井上翔、務、コーチが23日、都内で約2時間の緊急会見を開いたことを報じた。コメンテーターで社会学者の古市健樹氏、32、は、昨日の会見だったら、やらない方が良かったのかなと思っていて。日大からのタイミングで第三者が調べてっていうことは必要だと思うんですけど、昨日の会見自体だったら、何の新しい情報も得てないわけですし、謝罪にもなってな。いわけですし、なんでやったのかなあって疑問の会見でしたよね、と示していた。